ゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウ、ゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウ、ゲオルギオス・アンドレアス・ポップンドレ、1952年6月16日体は、ギリシャの政治家。同国首相、2009年から2011年、外務大臣、1999年から2004年、2009年から2010年、などを歴任、全ギリシャ社会主義運動、 当主、2004年から2012年、社会主義インターナショナル議長、2008年代。祖父と父が、ギリシャの首相を務めた一家の後継者である。ギリシャ国内では、ファーストネームは短縮系のヨルゴス、ガンマイオタローガンマで呼ばれている。アメリカ・ミネソタ州のセントポールの生まれ、当時、パパンドレウの父であるアンドレアス・パパンドレウ、ハーバード大学で教育を受けた。 アムハースト大学から社会学学士号を留守で発達社会学習士号を授与されている。ストックホルムでは移民問題について研究を行っている。1992年から1年間はハーバードで外交研究に関するフェローを務めている。ギリシャ語、英語の他にスウェーデン語にも堪能である。なお、アムハースト大学でルームメイトだったアントニス・サマラスはその後政界入りし、 2009年に、新民主主義党党首に就任。PASOK、OK、党首、首相となっていたパパンドレウと対峙することとなる。父のアンドレアスは1939年に、ギリシャから亡命した後1959年まで、祖国に戻ることはなかった。父の勤務先が変わるたびに、一家は住まいを転々とすることになった。パパンドレウは1974年に、ギリシャの軍事政権が倒れると、 ギリシャに戻り政治活動を開始した。父の率いる PASOK、OK、に属し、当主の息子として1984年には中央委員会のメンバーとなるなど、急速に上るしたが、パパンドレウの能力を疑う者はいなかった。パパンドレウは1981年に国会議員に選出された。同時に、パパンドレウの父アンドレアスは、ギリシャの首相に任命されている。 1985年には文化省、時間。1988年には教育、宗教省、1999年には外務大臣に任命された。アテネオリンピック招致を担当する国務大臣も務めた。パパンドレは人権の尊重に対する功績から様々な賞を授与されている。また、外務大臣としても評価が高く、 父のように刺激的な言動をせず、トルコとの関係を改善し、関係が悪化していた、アルバニア、ブルガリアとも交流を促進した。キプロス問題については、ギリシャの基本的な立場を崩すことをせず、成功には終わらなかった。1990年代前半のマケドニア共和国問題にも対処した。2003年12月22日、雑誌。 ヨーロッパの恋においてパパンドレウはその年を代表するヨーロッパ人に選ばれた。フランスのシンブン・ル・モンドは彼をキドカン関係の立役者であると称えた。ギリシャの政治においてはしばしば政治家の子が親の後を継ぐ光景が見られる。祖父と父に大政治家を持つパパンドレウも PASOK、OK、の当主に就任することが期待されていた。2004年1月7日に 時の党首コスタス・シミティスは辞任を表明し2月8日にパパンドレウが後継の PASOK、OK、党首に任命された新党首のもとで新民主主義党からの政権奪ッシュを狙ったが2004年の総選には敗北し2007年の総選挙でも PASOK、OK、は議席を減らした2009年10月4日の総選挙で PASOK、OK、が勝利したため10月6日新首相に 就任した。しかし、2010年になり財政赤字の隠蔽を公表し、国債が格下げされるなど、ギリシャ経済は危機に陥った、2010年大ソブリン危機を参照。3000億ドルという巨額の対外債務を抱えた、ギリシャの財政は危機的状況に陥っており、パパンドレウは、今回の信頼喪失で、我々の主権が一部失われたと述べて、欧州号に、 政治的な支援を要請するなど、政権発足後半年もしないうちに非常に困難な政権運営を余儀なくされた。欧州連合並びに、国際通貨基金より1100億ユーロにも及ぶ支援を受けたものの、2011年に再度危機に陥り、追加支援策が策定された。その代わりに、ギリシャに課せられる財政緊縮策に野党などから反発が起き、 世論調査でも PASOK、OK、が野党新民主主義党に支持率を追い越されるなど首相自身も窮地に立たされた。このため野党との大連立を条件に退陣するとの意向を表明したが協議は不調に終わったため首相は辞任せず6月17日に内閣改造を実施。ライバルのエヴァンゲロス・ベニゼロスを財務大臣に起用するなど挙党体制を固め6月22日に 改造内閣は議会より信任された。2011年10月27日に欧州の民間銀行が保有するギリシャ国債の元本の5割を削減する救済案でユーロ圏17カ国首脳が合意したが10月31日になって救済案受け入れの是非を国民投票にかける考え表明。政権基盤強化を目論んだ政治的な賭けに出たと称されたが フランスやドイツをはじめとする反発を招いたほか、与党内からも反対の声が相次ぎ撤回に追い込まれた。11月5日に内閣信任決議が可決されたものの、11月6日に新民主主義党党首アントニス・サマラスと両党が連立政権を組むことで合意し、パパンドレウは首相を辞することとなった。翌2012年3月には、 PASOK、OK、党首の地位からも身を引き、エヴァンゲロス・ベニゼロス財務省が公認の党首に就任して党の再建を担うこととなった。2015年1月に行われた総選挙に際して、PASOK、OK、を離党して、新党、民主社会主義運動、記事層を旗揚げして選挙に挑んだが、阻止条項である得票率3%にわずかに届かず、議席獲得はならなかった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。